さあ今日のマチトピは淡路市のとある農家のお家に想像を超える数のツバメの巣ができているということで、特別にご自宅にお伺いしまして調査させていただきました。巣はもう昔からあるわ、増えてきたわな。淡路市にある和牛を飼育する農家エイタさんのご自宅、倉庫として使う門長屋の天井には、はい、ご覧のようにツバメの巣がたくさん。阪神淡路大震災の前後からでき始めたといいます。かわいいですか？かわいいなやけどな、かわいいもかわいいけど、ここ子育てしだったらここ踏んだらけでな、掃除にも困る数えていくことありました？今まで数えたことない。ありすぎてエイタさんも数えたことがなかったそうで、今回代わりに勝手に数えさせていただきました。じゃあ数えてみます。1、2、3、4、5、6、37あります、皆さん一度にこんなにものツバメの巣を見たことありますか？ないない。なんとその数37個。多いね。そのうちいくつかの巣には卵があることも確認できました。お母さん、え、37個あります。何個あったっけ？すごいな。子供が飛んでくるのにこう10号ぐらいあったし、とんねんけどな。37でした。な、すごいな。毎日飼育している和牛の世話をしながらツバメを見守っているという優しい栄太さん夫婦。子供が大きくなったら楽しんでこうやって見よんでこうでこなして、あ、この子は大きなったな、この子は大きなったな、それ楽しみや。仕事せんとこなして昼休みにこうやって見よんのよ。なぜこんなにもたくさんの巣ができたのか、スタジオで解説します。はい、ということで陳先生、こんな数見たことありますか？いや、多い言うから5、6個かな思って、もう37、8ってすごい、ね、うんちがやっぱ大変そうですね。そうですね。で、今回ですね、なぜこの栄太さんの家にこれだけの数のツバメの巣ができたのか、日本野鳥の会兵庫のイホロイさんによりますと、まず一つ目、目隠しになる柱の仕切り、これが良かったんじゃないかと。結構ね、その門長屋のところに柱があるんですけども、結構隠れてるんですよね。なのでツバメが安心して子育てができる。なるほど。はい。そして2つ目、西浦海岸は日が長いところで、近くの海岸にはたくさんの虫がいます。これが餌になるんですね。で、日が長いということで豊富な餌が日中たくさん探れるということで、ツバメって何回ぐらいこう行ったり来たりすると思います？1日。そういったことない。子供たちに餌を運ぶの500回ぐらい行ったり来たり。500回。なので日が長ければ長いほどそれがしやすくなるということなんですね。そして3つ目、気になるんですけども、田崎さん、何だと思いますか？そのもしかしたらですね、ご近所、みんなタイガースファンなんですけど、エイタさんだけあっこのチームのファンちゃう。あ、なるほど、ヤクルトファン。あ、言っていいですか？言っちゃいました。はい、ヤクルトファン。はい、正解はこちらです。正解や、絶対。あ、ちゃうわ。はい、正解はですね、栄太さん夫婦の優しさなんじゃないかなというご指摘ですね。はい。もうね、VTR 中にもありましたけども、優しくね、見守っている姿もありましたけども、蛇よけとかカラスよけなどでツバメを守ってあげているのが、たくさん巣ができる要因なんじゃないかなということでした。はい。はい、今日はハートフルなお話をお伝えしました。